羽生ュゆずるさん、ファンタジーワンアイス、全12公演出演へ、荒川静香さんと、金メダル共演も、フィギュアスケート。フィギュアスケート男子で冬季五輪を2連覇して、昨年7月にプロ転校した羽生ューゆずるさん、28日5月末から6月にかけて開催されるアイスショー、ファンタジーワンアイスに出演することが決まった。3日、公演の主催者が公式サイト上で発表した。 このアイスショーは5月26日の千葉幕張公演を皮切りに、全国4都市で計12公演を行うが、羽生さんは全てに出演する予定。主催者は他の出演者も発表し、羽生さんのほか、2018年平正五輪男子日本代表の田中圭司さん、28、他計6人が全公演に参加することが決定。一方、女子は06年鳥の五輪金メダリストの荒川静香さん。 41、ガッチバ幕張公園と宮城公園平正五輪日本代表の宮原智子さん。24、ガニー型公園と神戸公園に出演する。今年のファンタジーワンアイスは5月26から28日に千葉市の幕張イベントホール、6月2から4日に宮城県リ府町の積水ハイムスーパーアリーナ、同16から18日に新潟市のトキメッセ特設リンク。 同23から25日に神戸市の神戸ワールド記念ホールで開催される。チケットなどの詳細は公式サイトを参照。中日スポーツ。ハブ選手の IN は、いつもチケット発売後の発表だったのに、主催側はファンの不満の声を聞いて、発売前の発表となったのかな。常識では、あらかじめわかっているのに、メインとなる出演者が発表されないイベントなんてありえないんだが、フィギュアって本当に変。 今回はやっと当たり前のことをしてくれたよね。チケドリはまた激戦なのかな皆様、戦いの季節がやってきました。ファウイは彼のホームなようなもの、窮地の仲間と楽しんでほしい。他のショーに比べて表情が柔らかく、幸せそう。ぜひ行きたいですよね。昨年の激戦も辛かったが、あれ以上なのか、体力温存し、しっかり働かねば、ギフトから抜け出せないままだが、溢れるゆず情報。 本当に幸せ。非表示報告。最初に発表はやっぱりプロになったから計画立てやすいのかしらまず取れるのかしらチケット。神戸値上がりしてるし、でも行きたい。見れるチャンスは逃したくないから申し込むわな。くだらないコメントを見てしまい、ため息しか出ない。というのは置いといて、タイトル見てそういえばそうで、ファウイ以外も一緒に出てるとこがないんですよね。宮城を拠点としていた方々とは。 いまいちそれ以上の接点がないので、寂しいなと思ったりしましたけど、若手で二人が活躍してるので、出てくれたら嬉しいかな。これもライブビューイングあるんだろうな。また前列アイクリの独占か。もしかしたら、彼の周りには、金の王者が、群がっておるのかもしれぬなぜならば、チケット代金が、半端じゃないですよ。確かに、それだけの価値あるとは思うがあまりにも、高等すぎると感じた次第です。果実の、 東京ドーム公演で20から30億円動いていたらしいです。誰かが呟いていたのがブレスレット価格が2万9000円。チケットと合わせたら5万必要だと。食費を削らなきゃとね。この人もファンですよ。羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年、平イオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。